通所広里海元年12月19日は、江戸時代後期の薩摩藩の家老。忌み川はじめ皇徳、後に広里。通称は、聖八、雄二笑えつ、笑い左衛門の。当時の古称は、調べ所笑い左衛門のが、一般的。通所広里は、安永5年2月5日、鹿児島で生まれた。幼名は、両八であり、父。 川崎守衛門の次男であった。聖火は、薩摩藩主の島津家の菩提寺、福祥寺に近接した道の前と呼ばれた通り沿いであったと伝えられている。川崎家は、鹿児島城下に居住する城下市の中でも最下級の故障組であった。天明8年、13歳の時に、津書清恵津の養子となり、なお有事と改めた。調べ書とは元来、 国外に属する諸税の徴収業務を行う役所名であった。調べ所家の祖は藤原これ政であり、これ政の孫である藤原久氏親が図書職など大隅国の官職に就き、その後、久氏親の子孫が図書職を世襲するようになって、調べ所を生としたと伝えられている。近世になって図書氏は島津家の家臣となり、江戸期本家は 中級家臣の骨外であった。しかし図書広里が養子となった図書家は文家筋で、聖火川崎家と同様の故将組であり、無鷹無屋敷であった。最下級の城下士である故将組の中には、無鷹無屋敷の上に、勤め先がない者も,も多く、そのような故将組は、日々の生活に困窮していた。しかし養子に行った文家筋の調べ書家の当主は、代々茶道坊主として、 班長に勤務していた。そのため勤め先がない故障組より、生活的には楽であったと推定されている。調べ書家の養子となった、翌年の完成元年、養父が亡くなった。完成2年には、養父の後を継いで、表坊主となり、養父の名を引き継いで、図書清恵を名乗るようになった。なお年月的には、はっきりしないものの、 調べ書家の養子になった頃から過食である、表坊主を継ぐまでの間に、本名として皇徳を名乗るようになったと推定されている。表坊主となった調べ書は、完成10年までの8年間、鹿児島で勤務した。表坊主として、鹿児島で勤務していた駆け出し時代の調べ書について、伝わっている話は少ない。わずかに伝えられている話によれば、 近所に住む老女が自分が思っていることよりも、行き届いた内容になるので、いつも息子への手紙の代筆を依頼していたといい、物事にこだわらない男気がある性格で、鹿児島城下でも名が知られるほど相撲が強かった。また、兵房図時代は大変な勉強家で、午前2時とか4時まで書き物をしており、大工のことは大工に、商売のことは商人に、農業のことは、 農民から詳しく聞いていたため、殿からお尋ねがあった時には的確な返答ができたとも伝えられている。島津茂秀、成尾のもとでの勤務完成9年11月、調べ書は翌年春からの江戸詰めを命じられた。翌完成10年1月、調べ書は鹿児島を立ち、江戸へ向かった。2月に江戸に到着した偶書は3月よりまず表佐道書勤めとなった。 表作道書とは、藩主付きの作道書である。そして9月には、隠居付け置く作動を作道すなわち、全藩主、島津茂秀付の勤務を命じられる。同月、茂秀の名によって、笑い越つと解明し、その後、茶の湯、成果を学ぶよう命じられた。入門料は、公費で賄われ、茂秀からの内々の援助もあったが、授業料は自前で払わねばならず、江戸生活の始めは、 経済的に楽ではなかったと考えられている。調べ書が使えることになった、島津重秀は、時の将軍、徳川家成の学府であり、将軍学府である重秀の下には、家成の父、一橋春貞を、はじめ多くの大名らが訪ねてきた。重秀の下で働くことは、若い調べ書にとって、見聞を広めることにつながったと考えられる。年月、 調べ書は、休暇のための帰郷を命じられたため鹿児島へ向かった。この帰生時に結婚したと考えられている。結婚後も、江戸で隠居付けを草佐の務めを続けていたが、文化元年頃に生死、聖師、島津成岡付の茶道職に配置替えになったと見られている。文化5年末、調べ書は、長年の妻の病気などを理由として、帰郷を申請した。この申請は認められ、 調べ書は、約半年鹿児島に滞在する。この間に、初婚の妻は、病死ないし離婚したものと考えられる。文化八年一月には、調べ書は、佐藤頭に昇進する。翌月には、価格も故障組から一代限りではあるが、新番に昇格した。文化十年七月、調べ書は昇南度に任命され、佐藤から離れこれまでの坊主頭から髪を、 蓄えるようになる。湘南土とは、藩主蕎麦役の下で働く職務であり、佐藤頭からの配点は、稀なことであった。また同時に、笑い越という名から、笑い左右衛門のと解明した。そして2年後の文化12年7月には、湘南土り県御用を取り継ぎ見習いに昇格する。湘南土りは、可能からの直接指揮を仰ぐいわば家臣の中の上級職であり、 ご用を取り継ぎ見習いは、藩主蕎麦役と同格の職務であった。つまり調べ書は、藩政の養殖への足掛かりをつかんだのである。調べ書が佐藤から離れ、藩主の蕎麦役同等の職務に就くとともに、藩政の養殖就任の足掛かりをつかむ頃には、藩主は、重秀のこの再選から、孫の成尾へと交代していた。再選は、 藩の財政再建や茂秀時代の緩んだ私風の粛清を目指して藩政改革に取り組んだが、父、茂秀の激林に触れ、結局改革は頓挫して、再選は隠居して成り置きが新藩主となっていた。そのような中で茂秀は藩政を貢献し、藩の実権を握った。佐藤坊主から藩主側近となった文化末年、調べ書は再婚する。出世の足がかりをつかみ、 価格も上昇した調べ書の再婚相手は、富裕な藩主の内藤家出身であった。再婚した調べ書について、妻は、生活が派手でよく大酒を飲みかけを意に返さず、米やお金が不足がちであったため、妻の実家の内藤家から、しばしば財政的支援を受けていたと述解している。佐藤坊主から、藩主側近として、頭角を表し出した調べ書に対して、 周囲からの風当たりは強かった。この様子を見た重秀は、文化15年1月、藩の対外的死者を業務とする使い番へ、配転させる。役職としては昇格ではあったが、藩主側近から外れることは、調べ書としては不本意であった。当時、島津一支線の転居が計画されていて、重秀は転居先の図面を調べ書に見分させるよう、命じた。 調べ書がその図面を開いてみると、重秀の自筆で心を屈せずして務む無べしと記してあったという。文政5年3月、調べ書は鹿児島町奉行に廃点となる。鹿児島は武家人口が約7割を占め、町人が少なかったこともあって、町人を管轄する町奉行は地位的には高かったが藩にとって重要な職務というわけではなかった。しかしこの町奉行時代、 後に主導していくことになる、薩摩藩の天保改革において、調べ書のブレーンとして活躍する町人たちと知り合うことになる。藩主、成尾の貢献という形で藩の実権を握った、茂秀であったが、深刻化した藩の財政難への対応に苦慮し続けることになる。藩財政困窮化の要因の一つが、茂秀、再仙という二人の隠居の江戸住まいであった。 当時は華やかで社史の風潮が蔓延した家政文化の最盛期でもあり、茂秀の江戸での生活費用は20万国、再選は10万国の大名の経費に匹敵すると言われたほどである。文政7年11月、調べ所は町部行財職のまま、川用人格両院居属料係に任命される。両院居属料係とは、茂秀、再選の隠居料調達を担う職務であった。 両院居属料係として、調べ書が取り組んだのが、琉球貿易によって入手した中国産品を、長崎で販売する薩摩藩の長崎商法による収入増であった。薩摩藩は、長崎商法の拡大を図ったものの、長崎会所による貿易を圧迫するため幕府は、規模の拡大に難色を示していた。そこで重秀の側近であった堀天栄を中心に、 調べ書も長崎武業所関係者、幕閣への工作に奔走した。薩摩藩は、長崎商法に関与するようになった、天草の合商、石本家の協力を得て、大量の金品をばらまき、文政8年には、長崎商法での取扱い品目を10品目増やす、ことに成功する。堀天テと8図書は、長崎商法拡大への貢献を評価され褒美が、与えられた。 そして、文政8年8月、調べ書は、町奉行から、川用人、蕎麦役金に配転し、藩主側金に復帰する。これも長崎商法拡大によって、茂秀、再選の隠居料調達に貢献したことが評価されたためと考えられる。調べ書は、川用人、蕎麦役金に配転後も長崎商法に関わり、文政10年4月にも長崎商法への貢献を承。 されている。図書らの活躍によって、薩摩藩の長崎商法は利益を上げるようになった。ものの、薩摩藩の財政状況は悪化の一途をたどっており、借金は雪だるま式に膨らんでいった。文政末年、藩の借金は約500万両に達した。藩庫は底をつき、江戸詰めの藩士の放給が10ヶ月あまり支給できなくなり、藩士の不満は高まっていた。 危機的な状況の犯罪性立て直しのため、茂秀がまず改革責任者として選んだのは、大阪判定の金方物奉行であった、ニーロ事象であったが、ニーロは、茂秀の要請を断った。ニーロは、財政改革の適任者について、自分は、大阪商人との付き合いが深く、これまでの恩をあだで返すことはできない。これまで大阪の人と縁がない人物が行うのが、良いと述べていた。 ニーロが断った後、改革責任者に選ばれたのが、側用人の高橋神五兵衛であった。しかし、高橋の改革への取り組みは挫折する。高橋神五兵衛による改革失敗を受けて、責任者の候補になったのが調べ書であった。調べ書は重秀から、改革責任者になるよう命じられたが、最初は断った。これまで財政面でのキャリアを積み重ねてきたわけではなく、 また財政改革への試みは挫折してきており、到底成功はおぼつかなかったためである。命令を断った調べ書に対し、重秀は、長脇差しをつかみ、蕎麦役は、主人と生死を共にする職であるが、これほどの気球切迫の場に追い込まれているというのに、命令を断るとはどんなつもりか、と、調べ書を切り捨てんばかりの剣幕で詰め寄った。調べ書は、やむを得ません。引き受けます。 と答えざるを得なかった。こうして調べ書は、薩摩藩の財政改革責任者となった。文政11年6月頃のことであったと考えられている。文政6年6月に調べ書は、高50国を与えられており、これまでの無鷹から高持ちとなった。これは、無鷹の改革責任者では、都合が悪いとの判断であったと考えられている。 改革責任者となった調べ所の生活は一変する。前述のように調べ所は生活が派手で、元々の職務であった茶花のほか相撲、囲碁、将棋そして鹿といった多彩な趣味を持っていた。しかし改革に携わるようになると、すべての趣味を止め、部下がそのような趣味を持つことすら嫌った。趣味を止めた調べ所は猛烈な仕事人間になった。毎朝、 夜が明けるやいなな来客との面会をはじめ、出勤後午前10時から午後4時までは勤務したが、帰宅後も、また来客者対応に暴殺され、夕食を食べる暇さえないこともあった。主君への使いを送る前日には、徹夜をして報告書を作成するなど、部下は調べ書がだらけた姿を見ることはなかった。また、毎年10月頃には、鹿児島を出発し、長崎、大阪、京都で、 ハンツトムの陣頭指揮をとり、年末には江戸に着いた。江戸でも業務の指揮をとって2月から3月頃に同じような童貞で鹿児島へ向かったので、家族との同居は年に3ヶ月に過ぎなかった。また、国元から江戸への往復中も部下に各地の物産、情勢、風俗等を毎朝報告するよう命じるなど、情報収集を怠らなかった。 このような激務続きではあったが、たとえ徹夜をしても翌日は少々休憩しただけで、全く業務に差し支えがなかった。仕事においては即断即決することもあったが、数日間十行に実行を重ねた上で決定することもあった。調べ書の資料は時と場合によっては十分を通り越し13分だ。三部は過量であるとも言われた。また人材には特に気を配り、 人柄吟味を尽くした上で、各部署に配置した。調べ書を引き立てた、茂秀のことは、死後も冷前に生前と同様に改革の成果について、報告し続けるなど、深い損数の念を抱いていた。その一方で実際に改革を遂行する中では、派手好きで贅沢好みな面があった茂秀に国を刺す、こともあった。また、茂秀の死後、 引き続き調べ書を改革責任者として信任した成尾に対しても、調べ書はことの代償に関わらず報告を怠らず、成尾もまた祭事に至るまで確認の上、決裁を下していた。調べ書が主導する改革は徐々に成果を上げていく。責任者に就任した当初は改革に反発して調べ書を憎む者も,も少なくなかったが、徐々に人心も落ち着いていき、 危機的な状況にあった、犯罪性も持ち直して、臨時の出費にも対応できるようになった。改革の遂行に伴い調べ所の地位も上がった。文政11年10月に50国、翌文政12年5月には100国と立て続けに、加増され、文政13年1月には、側用人権人の上、五家老座式込みへの出勤を命じられ、加護内市乗馬での途上が認められる。 その後調べ書の出世はさらに加速する。天保2年12月には大万党に昇格し、350国の数を受けた。翌天保3年1月、薬料を若年寄格の300国30人まかない量となり、2月には大目付画続いて価格も寄り合いに昇進する。天保3年うる11月には過労格、薬量宣告となって、 対外的には過労を名乗るよう命じられた。天保4年3月と天保7年3月には500国の過剰がなされ、天保9年8月には正式に過労、川詰め兼務となった。後に、藩主、島津成尾樹に仕え、使い番、長武行などを歴任し、小林王子党や鹿野王子党、佐田王子党を兼務する。藩が、琉球や清と行っていた。 三つ貿にも携わる。天保三年には過労閣に、天保九年には過労に出世し、藩の財政、農政、軍政改革に取り組んだ。硬化三年七月二十七日には、渋子号児等となり、死ぬまで現職する。当時、薩摩藩は五百万両の借金を抱えて、財政破綻寸前となっていた。これに対して広里は商人を脅迫して、 借金を無利子で250年の分割払いにし、さらに行政改革、農政改革、財政改革を行った。これにより、天保11年には、薩摩藩の金蔵に200万両の蓄えが、できるほどにまで財政が回復した。この改革の取り組みとして、琉球を通じた清との密貿易、大島、徳之島などから取れる砂糖の生産において、 大阪の佐藤問屋の関与の排除を図った、栓培性や商品作物の開発などがあった。やがて、成尾の後継をめぐる島津成明と島津久光による争いが、お家騒動に発展すると、広里は成尾久光派に組みする。これは、聡明だが、かつての重秀に似た乱癖の成明が藩主になることで、再び財政が悪化するのを懸念してのことであると、 言われている。成明は、幕府老中、安倍正宏らと協力し、薩摩藩の密貿易に関する情報を幕府に流し、成沖津図書らの失脚を図る。河江元年、調べ書が江戸に出資した際、安倍に密貿易の件を求問される。同年12月、薩摩藩城屋敷芝藩邸にて急死去年73。死因は、 責任追及が成尾きにまで及ぶのを防ごうとした福読自殺とも言われる。死後、広里の遺族は成尾らによって、家禄と屋敷を召し上げられ、価格も下げられた。創書は、矢吹義越と同じ江戸市の泉谷山田伊園地。方号は、前期因伝寺駅伊佐健康大古寺。現在の墓所は、鹿児島市内の福祉寺跡。明治維新の実現は、 薩摩藩の軍事力に負うところが大である。幕末期に薩摩藩が他藩と異なり、新型の蒸気船や鉄砲を大量に保有するなど、できたのは薩摩藩の財政を再建した広里の功績といえる。当時の薩摩藩の500万両という借金は年間利息だけで年80万両を超えていた。これは薩摩藩の年収を超え、返済不可能であり。 無利子250年払いも、債務整理としてやむを得ない処置でもあった。また、廃藩置県後に、明治政府によって、債務の無効が宣言される明治5年までの35年間は、実際に返済が行われており、債権主の商人には、琉球、清人の密、貿易品に利権を優遇する代替措置も取っていた。また、借金踏み倒し策ばかりでなく、広とはそれに続く。 薩摩藩の財政と経済の立て直しに成功している。借金体質の改善に注力する一方、光月川五国共建設など、長期的にプラスと判断したものには、積極的に財政支出を行い、食産や農業改革も実施。先売化した国糖のみで230万両兆の利益を出した。最終的には200万両にも及ぶ蓄えを、 生み出している。また、並行して、高島流法術採用など、軍政改革にも成功している。反面、砂糖の先倍では、天み群島の百姓から砂糖を安く買い上げた上に、税を厳しく取り立てており、債務整理でも、借用証文を燃やしたり、債権主の商人を脅したり、途方もない分割払いを成立させたりしたため、同時期に、長州藩で、財政改革を行った。 村田政府と比べても、領民を苦しめた、極悪人という、低い評価がある。また広里は、成尾と成明の権力構想の矢面に立ち、その像を一心に受けた。その後、成明派の西郷隆盛や大久保と市道が、明治維新の立役者となったため、調べ所家は、徹底的な迫害を受け、一家は離散する。成明排斥の首謀者は、 なりおきとその側室のおゆらの方だったが、この二人は、なりあきらの死後に事実上の藩主となった、久光の両親であり断劾できなかったので、調べ処刑の風当たりが一層強くなったものと考えられる。しかし一方、その後に続き名君とされるなりあきらであるが、なりあきら時代になってからの方が、両民に対する税率は上げられていた。またそういった厳しい評価の中でも、 なあ城川地区では、調べ所が、同地の薩摩焼きの増産と朝鮮人登校の生活改善に尽くしたことから、同地域では、調べ所の死後もその恩義を感じて、調べ所の小コンボが立てられて、密かに祀られ続けていたという。第二次大戦後、広里の財政改革が、後の成明らや西郷らの幕末における行動の基礎を作り出し、 現在の日本の近代化が実現したと再評価されるようになった。調べ書家は本生藤原氏を称する。初代藤原図書久氏親が藤原北家出身のためである。久氏親は新職として京から大隅国へ赴任し、調べ書職という朝税職も兼ねた。以後、調べ小生とした。図書久氏林はこの崎久より同族のよしとして、 広島の一時を拝領、広島栄と改め、以後調べ書家の通字となる。広里の相続したのは調べ書、大井左衛門のの養子、調べ書内記の次男である、図書前衛門を仮捜とする、調べ書家で、万事二年の国高は十国であったことが、万事主家不公庁より知ることができる。広里の三男、図書広だけは、札幌の大学校所代校長、札幌県令、 高知県知事、鳥取県知事、貴族院議員などを歴任し、男爵に除されて家族となっている。子孫に、刀剣闘争研究家の図書一郎がいる。ありがとうございます。